どうも9番街レトロです。お願いいたします。てかさお前のお母さんめちゃめちゃ足速いけど、あれ恥ずかしくないん？なんなん恥ずかしくないんかなと思って。なんて言った今お前。いや、お母さんめちゃめちゃ足速いのあれ息子として恥ずかしくないの？いやいや、その俺のお母さん足速くないから。いやいや速いね。いや足速ないよ。いや、この前免許の更新で大阪帰ったんですよ。その時にその免許センターからお前のお母さん出てきて、あったんや。そう、中村のお母やと思って挨拶しようと思った瞬間にはもう見えへんところまで。じゃもう何言ってんのお前。それなわけがないやん。車いらんやん。ムカつくな、あんな速いんやったら。ムカついてきたわ。何の更新をしてたの？意味わからんけど、お前嘘ついてるやん。もうそパッてあったらビュンっていっちゃった。嘘とかほんまとかじゃなくて恥ずかしくないんか？恥ずかしいよ実際に早かったらね、パート終わって給食センターでパートしてんねん。知らんけど、こうやって「お疲れ様です、お疲れ様です」言ってそのまんまでこうやろ。恥ずかしいよ。恥ずかしやったらもうそれ家族の誰かが言おう。いや、その俺もお姉ちゃんもどっちから数えてね。普通こっちから数えます。どっちでもええやろ。小指の方がピンピンピン、こっちやったらピンピンポン。これが開いているかどうかの争いに恥ずかしくないんか？恥ずかしいよ。言おうじゃんもう。なんて女って俺お母さんそんなスピードで言ったらもうおれへんよ。もうおらんのこのスピードで。言ってしまうから。お前が言ってんの別に俺のお母さん足速い言ってたよ。どっか行っちゃうお母さん。行っちゃうお母さんにもなってしまってます。もうなってしまってんねや。やばい状況やん。もうだから言おう。言ったよ。練習して、これお母さんとしておるから息子と言いに来い。わかりました。ガチャ。お母さんほんまや、あいつが言ってた間違いじゃなかったんかもしらん。だからそんなスピードやったらもう行ってしまうから。もう行っちゃうんや。捕まえんと。まずもう捕まえな。どっか行っちゃう。恥ずかしくないんか？恥ずかしいよ。やろう。ガチャ。お母さんはは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 。どうした？聞いてるよ。聞いてるよ。聞いてるよ。母上。どうした？お母さんちょっと話あんねんけど、お母さんなすごい足速いねん。友達とかみんな見てる。すっごい足速いって言ってた。やめてびっくりするよな。25年間育てて足速いって言われてびっくりするよな。恥ずかしい。恥ずかしくない。恥ずかしいって言ってた。言ってないよ。言ってた。そうしただけ。お母さんやめて。もう足速いの嫌や俺。誰？中村、おそろいよ。あなたの中からドカッと生まれて25年、毎日ご飯を食べて寝て起きてまた寝て過ごしてまいりました。いや、お母さんのこと恥ずかしいって思う息子の方が恥ずかしい。いやもうええわ。どうもありがとうございました。